部で30個もある腸の中からすぐに何腸と判別できるようになる方法なんです。これを知っているか知らないかで大きく差が出てきますよ。調合のシャープやフラット必ず決まった順番で並んでいるんです。ファドソレラミシ、皆さんこんばんは、かなかなです。息子から風邪菌をもらってしまいまして、今日はちょっと声が変なんですけども、ごめんね。さあ今日からのレッスンは、皆さんの苦手な腸判別について3週にわたってお伝えしたいと思いますよ。腸判別とは楽譜の調合、この楽譜の始めのシャープやフラットの部分を見て、これは何腸、波長腸や異端腸、徒長腸などと答えることですよ。調合をパッと見るだけで全部で30個もある腸の中からすぐに何腸と判別できるようになる方法なんです。ああ早くこの方法を知っておけば、苦手意識を持たなかったのに、かなかなさんと苦情が来るのを覚悟していますよ。腸判別はこのピアノを弾く上でも、またピアノ以外の楽器の方にもとってもとっても重要なことですよね。音楽をする上で必要不可欠なのですよね。今週はまず腸判別をするために必要な調合の基礎知識、これを知っているか知らないかで大きく差が出てきますよ。腸判別をする際に頭の中でもすぐに考えれるようになりますからね。では早速いきましょう。調合とは曲の始めの低音記号、または低音記号の右横についているシャープやフラットのことを言います。このように何もついていない場合もありますよね。ここについているシャープやフラットは曲の中でその音が出てきたら必ずシャープやフラットをつけるという決まりがあります。調合はわざわざ楽譜の中で音符の横にシャープやフラットが書いていません。頭の中で考えなければいけません。ちなみにですが、楽譜の中でも音符の横に書いてあるシャープやフラットは臨時記号と言います。シャープフラットを臨時につけるから臨時記号、皆さんご存知ですよね。さあここまでいいでしょうか。では続いての話、ドレミファソラシドは何語かご存知ですか？そうです、イタリア語の読み方です。さあ日本語の日本音名であなたはすぐに言えますか？そうです、ハニホヘとイロハ、これも必要になりますので、ご存知なかった方は必ず覚えましょう。ハニホヘとイロハ、皆さんが小さな頃から知っているイロハニホヘとチリヌルをありますよね。このイがラの音と覚えておくと、順番にイロハニホヘトはラシドレミハソラとなりますので、ラを基準にして考えても構いませんよ。私の教えてた生徒たち、子供たちは鬼ごっこの鬼決めでイロハニホヘトとよく使っていたみたいなので、小さな生徒さんたちにはこれで教えていました。学校ではハニホヘトイロハと教えられると思います。ここまで頭に入りましたか？さてさて続いてのお話です。この調合のシャープやフラット必ず決まった順番で並んでいるんです。ご存知でしたか？さあこれは丸暗記してしまいましょう。まずシャープの順番からいきますね。ファドソレラミシ、ファドソレラミシ、このような順番で必ず並んでいます。頭の中だけで覚えにくければ、実際に鍵盤を使いながら覚えると覚えやすいですよ。一緒にやってみましょうか。このように同じ4度の幅で横に、右横に移動していきます。ファドソレラミシ、わかりますか？1週間かけて覚えてもらっていいですからね。毎日呪文のように唱えてください。五線譜に実際に書いて覚えるのもいいですね。一緒に書いてみましょう。ファドソレ
さあ次のラは上に書くのではなく下に行きます。ファドソレラミシ、このような感じです。平音記号でも書いておきましょう。ファドソレラミシ、このような感じです。ファドソレラミシ、書けましたか？調合は必ずこのファドソレラミシという順番につくので、わざわざ何にシャープがついているのかな、ドドレミファと、このように数えなくてもパッと見て一つついていたらファ、二つ調合がついていたらファとド、例えば五つならファドソレラと頭の中ですぐに考えれるようになるんですよ。私が教えていた生徒さんで、調合を見てわざわざ一音ずつドレミファドレミファソラシドと何の音にシャープがついているか数えていた方がいらっしゃったのですが、ファドソレラミシを暗記するだけで世界が変わり、今まで何をやっていたんだ、老眼の私でも瞬時に分かるようになりましたと言っていた方がいましたよ。この方法は幼稚園の子も覚えれますよ。早いうちからあなたの息子さんや娘さん、また生徒さんたちに教えてあげてくださいね。ファドソレラミシ、一つだけのシャープは必ずファ、例えばソに一つシャープがつく、またドとラの二つにシャープがつくというようなことはありえませんよ。ピアノを弾いていた方も、え、そうなんですかという反応の方も結構多いお話なんです。ではでは続いて、今度はフラットの順番にいきたいと思います。これはとっても簡単。先ほどのシャープの順番、ファドソレラミシを反対から読むだけなんですよ。ファドソレラミシの反対からいきますよ。シミラレソドファ、シミラレソドファ、これがフラットのつく順番です。これも鍵盤で一度弾いて覚えると分かりやすいですよ。一緒にいきましょう。シミラレソドファ、これもじっくりと1週間かけて覚えていただいていいですからね。もう覚えた方はこの1週間ゆっくり過ごしてくださいね。ではフラットも五線紙に書いてみましょう。シミラレ、フラットの場合はそのまま順番に降りていただいて構いませんよ。シミラレソドファ、さあ平音記号も書いておきましょう。シミラレソドファ、こんな感じです。皆さん書けましたか？さあもう一度今日のレッスンを復習して終わりたいと思います。まずはドレミファソラシドは何語でしたか？そう、イタリア語。ではそのドレミファソラシドを日本音名で言うと、そうです、ハニホヘトイロハ。では調合のシャープの並ぶ順は、そうです、ファドソレラミシ。では続いてフラットの並ぶ順は、そうです、シミラレソドファ。これで OK。 弟もちゃんと言えてました？言えてません。頑張ってください。1週間かけてじっくりと覚えてくださいね。来週は長判別を瞬時にできるようになる世界一簡単な方法をお伝えしますね。お楽しみに。今日の項目覚えた方は1週間ゆっくりと過ごしてくださいね。カナカナファミリー初のピアノソロ楽譜集販売中です。大変ご好評いただいており、重版も決定しました。皆さんありがとうございます。この楽譜は私カナカナがピアノアレンジした人気曲ばかりを集めた一冊になっています。またこのようにカナカナワンポイントレッスンもついていますよ。
ご興味ある方は概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。それではまた来週、頑張れ、風邪直します。